Hello guys, welcome to our channel. This is Anime Media. If you like anime, this channel is for you.身に避けてたら死んでたかもしれない。これはすっごく頭にきてる。半端には勝たない。完璧にあいつを任せてやる。体術や筋力は俺がやや上だけど、オーラの量ははるかに俺が劣る。通常の攻撃じゃおそらくダメージは与えられない。だからこそいい実験になる。殺した者たちのことを覚えているか。クルタ族、火の目を持つルクソ地方の少数民族だ。5年ほど前お前たちに襲われた。死で償え。有力情報を待つだけだな。まずは雲一人を捕まえて、そいつを締め上げ、残りの団員の居場所を果たせて一網打尽ってか。あれ、私はプロハンターのビスケットクルーガー。堅苦しいのは苦手だから、呼ぶときはビスケでいいわさ。その代わり教えを乞う身として私の言いつけは絶対守ること。ま、あんたたちにしてみたら師匠の師匠なんだから、教わるのに何の不足もないでしょ。判断と同じで根拠はないけどね。僕が考えたオーラ別性格分析さ。強化系は単純一途に、僕は変化系。殺せはしないさ。大事な仲間が残ってるだろう。でもこのことは出なかった。つまりこの状態は予言するほどのこともない、取るに足らない出来事という。さっさと消えろ。お前らもさっさと消えてくれ。くそ、邪魔が入ったせいで一からやり直しだ。つっても巣は破壊しちまったしな。まったく余計な殺生させられた。弱っちいお前にも責任はある。責任は大いに感じろよ。同じ失敗をするな。そして謝るなら俺にじゃなくカイトにだ。お前の話じゃ生きてんのか死んでんのかよくわからんが、どっちにしろ行け。お兄ちゃん相変わらず上手。お兄ちゃんしりとりしよう。じゃあね、あるかな。お兄ちゃんなでなでして。住むまでにクリアせねばならない条件があると見た。わしら二人と戦いながらその条件をクリアするのは至難。つまりわしらの能力が戦いの最中に盗まれることはまずあるまい。 If you enjoy this video, please don't be shy to click the like button because it's a big help to our channel.